カットの模様、東京ショー2024が26日、千葉市美浜区の幕張メッセで華々しく、幕を開けた。出展者数は985社、出展コマ数は3252小館と、いずれも過去最多で、史上最大規模での開催となった。オープニングセレモニーで一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長でイベント委員会の委員長辻春弘氏は火の産業の注目度は高まっており世界への広がりを実感していると期待を寄せた。